皆さん、おはようございます。TLSの佐藤愛ですとして、毎週水曜日恒例のゆるトークへようこそ。いつもとバックグラウンドが違いますよね。じゃじゃーん。ごっちゃごちゃだけど。そして、いつも使ってる方は反対の部屋にあるっていうのに今気がついちゃったんだけど。まあ、それを置いといてですね。今日はおしゃべりしようということで、何かこう一つのテーマについて勉強するとかではなくて、皆さんからいただいた質問とか、皆さんからのコメントと一緒にやっていきたいなと思っております。ですので、ぜひぜひこのライブをね、見ている人たちは、コメントでいろいろお話をしていただけるとありがたいです。今どこで見てるかとか聞いてみたいことなんていうのがありましたら、最近こんな話を聞いたことがあるよ、これどうなのみたいなこともそうですし、いつもね、これちょっと聞くにはあれだけど、なんか、気になってんだよねみたいなようなものがあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。で、昨日ね、ストーリーズでアップした方の、なんていうの、質問箱みたいなやつ、にも、いくつか質問は来てたんだけれども、それ一つで、ライブをね、ゆるトークをするっていう内容ではなかったので、ちゃちゃっと終わっちゃうっていうのかな。もしくはセミナーくらいの長さになっちゃうっていうのかな。だったので、今日はね、それを選びませんでした。まあでも、後でね、ちょっと見ていきたいと思っております。寒いんですよ、今日。天気はいいんだけど。寒いので、あれなんですが、今私がいるのは、いつものね、セミナーとかをやってるお部屋ではなくって、オフィスになります。で、ここは、日当たりはいいんだが、なんていうの、こう、パソコンのさ、画面にグレアってなんていうんだ、反射しちゃって、最近、特にこっちは冬になってきてるんで、太陽が低くなってるから反射率が高くて、どうにかしないとなと思ってるところなんですけど、この私が前にいるところは、本棚っていうの？一応これ閉まるんだけどね、こうやって。閉まるんだけど、ここにいろいろなね、本が並んでおります。ここに入りきらなかったやつは他の部屋にあります。で、しかも、本棚のサイズっていうよりも、もう少し分厚いっていうのかな、こう。幅がある、奥行きがあるので、本をこうやってちゃんと入れちゃうと余っちゃうんですよね、前にスペースが。だから下はごちゃごちゃに積んであるっていう。ひどいよね。ひどいことにはなってるんですけれども、まあ読みたいなと思って買ってくるはいいしさ、なんかセミナーとかに行くと、こうやって本が、この本がいいですよとか、ここから何かを持ってきましたとかっていうのを聞くじゃない。聞くから、ああ、そっか、じゃあ、ちゃんと買わないとなっていうふうに思って買うわけよ。買うんだけど、読んでないね。じゃあ今コメントで、おはようございます。おはようございます。子供のバレーシューズの匂い、良い対策があれば教えてください。レッスン越しから干してはいますが気になります。確かに。前に、8周年かな ?DLS の8周年か9周年の時に、ロイヤルバレエ団の私の、昔からね、オーストラリアの友達が、ロイヤルバレエ団で踊ってるんですけれども、彼にゲストに来ていただいて、で、英語でのインタビューをし、日本語の字幕をつけて見て、YouTube にアップしてあります。で、すごくいいシリーズっていうかね、すごくいいお話を彼がしてくれたので、怪我からどういうふうに戻ってきたのかとか、プロフェッショナルダンサーで長期の怪我をするというのはどういう感じなのかとか、そういうような、話をたくさんしてくれているので、ぜひぜひそちらのビデオをね、見ていただきたいんだけれども、DLS の YouTube チャンネルを探して、キーワードでロイヤルとかなんとかって入れたら多分出てくると思うので、そちらで見ていただきたいんですが、そこで私もこの質問をしたんですよね。ランダム質問回のやつでビデオ3本くらいあるの。最初の2つがインタビューパート1、パート2で、で最後のやつはいろいろあるなんかランダムなことをプロダンサーに聞いてみようみたいな。でそれでこの靴の匂いっていうのをね聞いてみたんですよね。洗うっていうのも一つの案だとは思うんですが、彼が言ってたのはその時に、私はやったことないですよ、エビデンスもないですよ。ただ彼がそのインタビューで話してたことでお話しすると、その時に、冷凍庫に入れるって言ってました。って聞いたことがあるよって彼が言ってたのかな。なので、冷凍庫に入れてもいいよと思うんだったら、どうぞ入れてみてください。まあ、そう言ってもね、キャンバスのバレーシューズだったら洗えるんではないかと思いますが、洗って匂いがどれだけ取れるのかはちょっとわかりません。あとね、足の匂いってその人によって違うじゃないですか。ね、足が臭い人とさ、そうでもない人っているじゃない。なので、ちょっと、度にもよるかとは思うんですけれども。はい。あとは、私がいろいろなセミナーでお話しするんだけれども、特にダンサーの足セミナーでお話しするんだけれども、
トーシューズのトーパッドを洗ってないダンサーがたくさんいますよね。トーパッドは洗ってほしいです。はい。で、その、トーパッドをちゃんと洗うと、まあ、ほら、トーシューズ、バレーシューズ、トーシューズ、バレーシューズみたいなね、いうのをやってた人だったら、いろいろ全体的に足の匂いと衛生状態を守ることができるのではないかなと思います。あ、そうそう。もう一つが、その、彼が話しているのは、ほら、男性ダンサーはさ、タイツじゃないじゃない。ソックスで、バレエ学校の時はね、ソックスで踊るから、ソックスを洗い替えるね、あとソックスの方が、タイツより分厚いから汗を吸収するとかっていうのも多分あるんだと思いますけれども、他にも何かいい案があったら教えてくださいね。今コメントで、冷凍庫っていうのが来てた。そうそうそう、冷凍庫にフリーザーに入れるって言ってましたよ。同じサイズを2足用意したらどうかしら。うんうん、確かに。2個ね、使い回しで片方乾かしてとかするのはいいかもしれないけど、子供の場合はこれね、ちょっと、難しいかも。なぜかっていうと、子供の場合は足のサイズがね、やはりこれから皆様夏じゃない。で、夏休みは体が身長がぐって伸びる時期でもあるので、足のサイズよりも小さいシューズは履いていたら危険なので、もし2足買っちゃって、そしてその子がぐんって成長しちゃったら、使えなくなっちゃうかもしれないので、ちょっとここはね、年齢によっては難しいかもしれないですよね。大人だったらいいかもしれないけど。ね、シューズの測り方は、この前、ライブラリ会員の皆さんはご存知のように、ライブラリにエクストラリソースとして、資料をあげたじゃない。外反母趾のクラスのところ。で、外反母趾を予防するシューズの選び方チェックリストっていうのをライブラリに入れてありますので、そちらを印刷して、そちらで自分で、自分の今履いてるシューズが外反母趾予防ができるようなシューズ、外反母趾になりづらいサイズのシューズなのか、そういう風になってるのかっていうのをチェックする方法をチェックして、チェックする方法をチェックして、そして、それを使って、新しいシューズを買いに行ってくださいね。もし買うんだったら。いつもひっそり今日、ひっそりいつも勉強させていただきます、いただいています。ひっそりじゃなくて、堂々とどうぞ。バーよりセンターの方がやりやすいというのは正しいこともあるのでしょうか。バーの時に持ち替えが苦手な意識はありますが、バーの制限を離れて好き放題している気もします。はい。バーよりセンターの方がやりやすいというのはありません。ありませんが、そう感じちゃう理由はもしかしたらあるかもしれないです。で、ここにちょっとエクササイズ理論の話になってるんだけれども、エクササイズ理論だと、難しさ、エクササイズの難易度っていうのがありますよね。バレエもそうだし、スポーツもそうだし、何でもそうです。勉強もそうかもしれません。で、この段階があるんだけれども、両手バーの方が片手バーより簡単で、だってサポートが2つあるから。で、片手バーの方が難しくなって、両手バーより。で、バーがないセンターの方が難しくなって、で、センターの、重心移動が行われるような、そう、センターワークっていうのは、バー、センターってみんながね、言いやすいと思うんだけど、バー、センター、アレグロポイントなんだよ。グループで分けると。そのセンターワークっていうのは言葉通りセンター、中心でやるものなので、アダージオとか、こう真ん中で行うような動き。で、斜めに行き始めるとか、ダイアグノが始まるだとか、あと、ワルツが始まるとかってなってくると、移動が始まるじゃない。で、移動が入ったりとか、アレグロでジャンプが入ったりとかするでしょ。そうすると、それはまた難易度が違くなってくるんですね。その場所にいるよりも、動いたりとか、動きが大きくなる方が難しいので。うん、なので、こんな感じで、まあ、レッスンの中でね、難易度があるわけですよ。なので、バーよりセンターの方がやりやすいっていうのは、その観点から見ると、ないです。ただ、なんかこの子さ、ぴょんって出てない今日ね。なんか、もう少し静かにしててほしい。皆さんのコメントがね、ちょうどここに被るのよ。だから、これが邪魔で、かけちゃえばいいのか、耳にこうやってね。多分。どう？私しかコメントが見えないから、皆さんにはあんま関係ないか。気になって、じゃあ、ので話がずれました。申し訳ございません。治んなかったね。治んなかったので、ちょっとこう、つけとく。ですが、センターの方がやりやすいと感じる人もいるかもしれません。センターの方がやりやすいと感じる人は、先ほどね、コメントにもありましたが、好き放題やってると、そうかもしれません。バーがあると、確かに制限があるわけですね。正しいのが分かりやすいという制限もあるんですが、例えば、バーの方に寄りかかったとしても、寄りかかったとしても、バーを超えちゃうことはないじゃない、絶対に。あと、バーに寄りかかったら見えるよね、自分でも。感じるよね、手にかかる重さとかで。なので、そういうフィードバックがあるので、クローズドチェーンの、クローズドキネシックチェーン、キー、C ケース。だけど、クローズドチェーンって呼ばれるやつ。あっちの方が、フィードバックがあるので分かりやすいとかっていうのももちろんあるんですが、バーで好き放題、こっちにも体がいっちゃうし、あっちにも体がいっちゃうし、ボーデブラも好きなとこを通っちゃうしってやってたら、自分にとっては楽だろうね。
でも自分にとって楽っていうのは正しくはない可能性もあるので、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。その他に、今のその難易度のレベルでね、お話ししてた時に、よく、グランアレグロは得意なんだけど、プチアレグロは苦手ですっていうような人たちがいて、でも難易度だとグランアレグロの方が大きいって言うじゃないですか。ね、今の話だとね。何なのか、なんでなのか。それは、グランアレグロの方がプチアレグロより楽だと思った人がいたら、脚力が少ないってことです。なぜかというと、グランアレグロは、助走があるんですよ。助走があって大きなジャンプをする、できるので、自分のピュアな脚力がなくても、こう、勢いつけて走った方が、ほら、三段跳びとかもさ、長跳びとかも、長跳びっていうのこうやって飛ぶやつとかもそうだけど、やりやすいよね。その場でジャンプするより。なので、もしプチアレグロの方が、苦手で、グランアレグロの方が得意だっていう人がいたら、もう少し足の力をつけるっていうのも大事になってきます。重心とかね、腕の力とかね、フィジックスにはなるんだけれども、腕を振った方が上がりやすいとかって、フィジックス。物理にはなるんだけれども、うん。その部分は、ズルをしている可能性がありますので、気をつけてくださいね。はい。YouTube 探してみます。どうぞ。見つからなかったら、後で DM くださいね。そして、どこにあるよっていうのを、リンクをお送りできるかもしれません。さあ。よいしょ。他にも、今日はね、ライブのテーマで皆さん遅れてきた方もいらっしゃると思いますが、おしゃべりしようということなので、今みたいにいろいろとレッスンで悩んでることとか、あと、こんなことを聞いたことがあるんだけど、どうみたいなのがあったら教えてくださいね。ありがとうございました。逃避せずに地道に頑張ります。頑張ってください。そうなんですよね。バレエの、他のダンスのジャンルと比べて、バレエの私が思う、すごくいいなと思うところは、型が決まってるっていうんでしょうかね。そこだと思うんですよね。空手とかさ、空手とか、あと、茶道の所作みたいなもんそうだけれども、こう、決まりがあるじゃない。で、決まりがあるっていうのは、その決まりの中で、こう、制限がある中でどれだけできるかっていうのは、すっごく、人間的にね、チャレンジになるんじゃないかなと思うんですよね。もちろん、型がないところでのクリエイティブっていうのもすごく大事だと思うんですよ。で、それをね、モダンアートとかすごく大切だと思うんだけれども、私はどちらかというと、型がある中でどれだけできるか、こう、ルールがある中でどれだけ、そのルールの裏を返せるかみたいな、そういうところが、研究としてもね、踊ってる方としてもね、チャレンジとして見てる方としてもね、すごく楽しいんじゃないかなと思います。ほら、なんていうの、いろんな色のペイントが、画材があって描かれた大きな絵っていうのと、鉛筆だけで、鉛筆のこの濃さだけでこう表せた絵っていうのは持ち味が違うじゃない。で、この鉛筆だけでやりますみたいな、その、なんていうの、こう、あえて自分に制限がかかってますみたいな、そういうところがすごく、素敵なんじゃないかなと思います。おはようございます。大人になってからでも筋肉の質、は変わりますか？このね、筋肉の質っていうのが何を指してるのかによって変わってくるとは思うので、どういう意味なのかをもう一度ね、ぜひコメントでね、教えていただけたら嬉しいんですが、筋肉の硬さとかっていう意味だったら、うん、もちろん変わりますよ。結局さ、筋肉って細胞なわけだよね。だから、細胞っていうのは何日かすると死んじゃうわけだよ。人間の体っていうのは、生まれた時から死ぬまで同じ細胞のままっていうのはないわけじゃない。ね、皮膚もそうだけどさ、28日周期でこう入れ替わるとかって言ったりとかするし、骨自体も、この硬くね、見える骨っていうのも、中で壊すやつと骨を作るやつ、壊すやつ、作るやつっていうのが入ってるわけだから。だから、体はどんどんね、変わっていくわけですよね。で、もう健康状態が良くなければ、その筋肉の質とか、その細胞の質とかっていうのはもちろん悪くなります。逆を取れば、健康状態が良くなれば、その人が持っている、遺伝とかもね、もちろん含まれてくるだろうし、食生活とかっていうのも含まれてくると思うけれども、自分の持っているポテンシャルを最大限に活かすことができるんじゃないかなと、いつも私は思っています。ぜひこのエリアもね、知ってる人がいたら教えてほしいんだけれども、私が知る限りでは、うん、確かに年齢と、によって衰えると言われるところはあると思うんだけれども、じゃあ衰えるってどういうことかって言ったら、なんていうのかな。衰えるっていうのは同じことをしてたら衰えるっていうことであり、努力をしていたら継続はできるわけだよね。
わかる言ってること。今の説明で通じたかな。例えばさ、今の生活をしてますっていうのをしていて、で、年齢を重ねていったら、確かに重力っていうものが存在するので、軟骨がすり減るとかっていうのはあるわけですよ。地球に重力がある限り。それで、だけれども、その年齢を重ねると、とともに筋肉量が落ちてくるとかっていうのがある中で、筋肉量が増える行動を一緒に行っていったら、プラスマイナスゼロにするか、プラスが増えたら上がるわけじゃない。だから、ね、80歳でもマラソンやってますとかさ、70歳から、ボディービルディング始めましたとかっていう人が世の中にいるわけよ。不可能じゃないんで。ただ、大人になると生活がすごく偏るなっていうのは思うのと、あと、歳だからっていうので諦める人が多いなっていうのは、見ていて感じます。ので、もしかしたらそういうところもあるのかもしれません。マインドセットの方で。無理だって。もう自分で決めちゃう。これね、マインドセットって、英語で言うとなんか、宗教っぽい感じがするかもしれないんだけれども、マインドセットって、マインド、考えることのセット。お子様セットみたいな、こう、決まってるものっていう感じ。なので、考え方なんですよ。考え方の偏りっていう方が正しいのかもしれないけど。で、その部分は、例えば、ダンサーは細くなきゃいけない。とか、ダンサーは柔軟じゃないといけない。とか、子供のうちの方が体が柔らかいから、今のうちにスプリッツとかしなきゃいけない。今日ね、そのスプリッツの、研究をちょうどこのライブをする前に、論文のね、これから始まる4期生のウェルカムパーティーのための準備として出してたんだけれども、何年も、何年も言い続けてる。が、もっと言い続けなきゃいけないと思う。そして、このライブを見てる人たち教えてください、ぜひ。皆さんのスタジオで、トーシューズを何歳から履いてるっていうのと、皆さんのスタジオで、レッスン前に何しなさいって言われてるっていうのを、ぜひ教えていただけると嬉しいです。名前は読まないようにします。のと、ライブが終わったらコメントは消えちゃうので、心配しないでください。見ている方だから多分学校がある子たちはね、今日は休みの日じゃないでしょう。だから学生はいないと思うんだけれども、保護者の方とか、先生の方とかね、今ライブで60人くらいの方が見てらっしゃるらしいので、ぜひ教えていただきたいんだけど、皆さんがそれを書いてくれている間に、その論文をね、読んでて、プロフェッショナル、エリートバレエダンサーでも、前後開脚だったりとか、開脚をするときに、股関節のインピンジメントが起こるとか、アダッキューが起こるっていうのが分かってるのにもかかわらず、どうしてちっちゃい子にやらせるのか、私には分かんないわけ。以上。だって、ちっちゃい子っていうのはさ、股関節ができてないわけだよね。いろんなところでお話してるけど、股関節、すべての骨そうなんだけれども、で、教師のためのライブ、ライブじゃない、教師のための、解剖講座でも、皆さんに実際に、レントゲンを見てもらったりとかするけれども、3歳とかからバレエ始めることが日本多いじゃない。で、3歳のこのさ、股関節、骨盤から大腿骨のセクションを見ると、人間かこのレントゲンって思うような形だよね。で、それを知った上で先生たちがやってるんだったらどうかと思うんだけれども、知らないのにもかかわらず、ちっちゃいうちの方が体が柔らかくなるからっていうのをどこかで聞いてそれをやるっていうのは、どうなんだろうかと。はい。最近の愚痴でした。今コメントね、12歳からにしてます。おめでとうございます。小学生6年から準備して中学校から履きますっていうことですね。うん、それがアイアダムス国際ダンス科学学会が出しているデータもそのように言ってますよね。YAGP が YGP じゃなかった時、のインタビューで日本語版でもダンスマガジンに載ってたと思うけど、11歳以下のポアントはしなくてもいいみたいなのね、寝てましたよね。その通りですよね。レッスン前はストレッチしなさいでした。愛さんに電話も前は。そうですね。そういうこともありますよね。そうなんですよ。こうやってね、私が、なんだなって、こうやってライブで言ってるけれども、でも、このライブを見てくださってる方、私をフォローしてくださってる方は、勉強したいという気持ちがあってここにいらっしゃってくれてると思うの。そうだよね。そうじゃなかったら見てないよね。こんなところで喋ってる変な人がいたらさ。ね。ぜひハートを送ってください。私、DLS をフォローしてる理由は、私が好きだからじゃなくて、多分勉強したいからだと思うんですけど、どうですか？そうだったらハートで教えてくださいね。うん。
で、その勉強したいっていう気持ちがあって、知らないから間違ってたことをしてたわけで、間違ってるって知らないわけだからさ、知識があった上で間違えることはあるかもしれないけど、それしか知らなかったらそれしかできないじゃないね。だから今このライブを聞きながら、え、ポアントって12歳からなのって思った人とか、あと前後開脚したら股関節脱臼してるのって思った人がいたら、いい学びになってほしいなと思う。うん、DLS をね、こうやって、セミナーとかは別にそこまでじゃないし、お金もかかるし、愛さん鬼って言われてて怖いしとかって思っても、こうやって無料のやつで、そうやって知っていただけるんだったら、私はすごく嬉しい。で、それを知ってくれたら、今度のレッスンで何を変えようかなとかって考えてくれると思うので、うん、知ったら変えられるじゃない。知らなかったら変えられないけど。だから、なんていうのかな、よく職業は何ですかってこっちでも聞かれることがあるんですけど、職業は私は今はダンスエデュケーターだと思っていまして、自分の中でね、前は治療家だったし、その後はバレエ学校の講師だったし、で今は何をやってるかって言ったら、今はねエデュケーション、教育のところだから、そのダンスエデュケーターっていうカテゴリーがあるんですけど、そのダンスエデュケーターの一人かなというふうに思ってるんですが、正確には多分ダンスメディスンエデュケーターになると思うんだけど、海外に、日本に帰るときに飛行機の中でこうやって書かなきゃいけない紙があるじゃん。職業とかっていうのはあるわけね。で、その職業のところに入りきらないんだよ。ダンスメディスンエデュケーターって書くと。だからエデュケーターって書いたりとか、ダンスエデュケーターって書いたりとか、なんかそういうことしてますけど。トーシューズはプレポアントを履くプロセスを通して早くても小学校6年生から履いてます。素晴らしい。プレポアントもね、もうずっと ebook で書いたりとかもしてたので、初期のね、DLS からお話ししてますけど、今日の最初の質問にもあったように、そのレッスンの段階があるとするじゃない。で、バレーシューズからトーシューズの段階ってすごく大きな階段のジャンプになるんでね、2段飛ばし以上みたいな。だからその前はさ、さっきお話ししたみたいな、洗えちゃうくらいのペランペランのシューズ、運動靴よりも全然軽くてさ、全くこういうシューズを履いてるわけじゃん。こういうシューズを履いてるところから、で、ゴムのところがほとんどだと思うんだけど、でいきなりそのダンサーにとって一番難しいポアントっていうレッスンに行くっていうのは結構のジャンプなので、もちろんそこで体を鍛えなきゃいけないっていうのもあるんだけれども、例えばほら、リボンの結び方とか、リボンの縫い方とか、あと、ちょっと裏が硬くなった時の足の裏の変わる感覚、うん。ポアントだと、そこの部分が少し分厚くなってるじゃない。だからポアントで、アダージオで踊るとちょっとガタガタするところがあるよね。もちろん削ったりとかもできるんだけど、まあ、高さが違うわけだ。だからその、バレーシューズからポアントに上がるっていうこの段階を埋めるために、プレポアントシューズっていうのを自分で作ることもできるし、今はね、お店でも売ってると思うんだけれども、そのプレポアントシューズっていうのを入れると、足のためにもいいと思うし、見た目はポアントシューズみたいになってるし、少し自分でこうやって崩さなきゃいけないので、その、トーシューズに行く前の段階で、1年くらい、プレポアントシューズで、リボンの縫い方とか、リボンはどこにつけるべきですかとか、リボンの紐が踊ってる時に出ないように結んでくださいね、みたいな練習もそうですし、自分の足に合わせて、こう、つま先のエリア、トーシューズみたいに柔らかくしましょうっていう練習にもなると思うし、すっごくいろんな勉強がね、足のエクササイズ系の話を省いてもあると思うので、私はとっても推してます。以前のバレエスタジオでは柔軟をして体を温めましょうという指導でした。書いてありました。書いてありましたっていうのはちょっとどこに書いてあったの？ウェブサイトに書いてありましょう。柔軟をして体を温めましょうね。ね、うん。アップっていう言葉とかね、スポーツとかを見ていてもそうかもしれませんが、サッカー選手でもいいし、特に今考えてる、特にって言ったけど全部じゃない、ほとんどのスポーツが試合の前に床にいないんですよ。例えばサッカーの選手が交代するときとか、試合ね、見てて芝生に座ってなんとかってしないでしょ、試合直前は。とか、あと水泳選手でもいいし、新体操の選手でもいいけど、オリンピック選手みたいなやつの人たち、床にいないんだよね。フィギュアでもいい、うん。オリンピックの選手の舞台裏とは言わないか、こう、会場の裏みたいなのを見たときに、床に座って柔軟してから、はい、行きますっていう人いないわけ。なぜかって言ったら、そうすると力が落ちるっていうのが分かってるからよ。もう分かってるんだから、柔軟がいけないとは言ってないですよ。で、ストレッチが絶対いけないっていうわけでもないです。ストレッチっていうのはいろんな種類のストレッチがあるので、胴立ちストレッチとか、でも
バレエスタジオで行われがちなストレッチっていうのは、ちっちゃい時からレッスンでやってきているなんか床で、あぐらになって頭をつま先につけましょうとか、長座でなんとかしましょうとか、開脚で寝たきみたいな開脚でやりましょうとかっていうのがあると思うんだけど、それをやってても体は温かくならないんだよね。体が温まるためには、体が温まるプロセスっていうのがあるわけ。で、体が温まるプロセスっていうのは、血流が、普通の時よりも上がる必要があって、血流が普通の時よりも上がるっていうのはどういうことかって言ったら、心臓がパンプしてあげなきゃいけないっていうのがあって、っていうことは心拍数が上がるような動きとか、あと、その血流が体全体に、普通に座ってる時よりも、回るっていう動きをしなきゃいけないわけ。なので、椅子に座ってる時よりも、立って歩いてる時の方が温まるだろうし、立って歩いてるよりも、ちょっと走ったりジョギングしたりとかした方が体が温まるのと、っていうのはわかるよね、皆さんが。普通に。バレエやってなくても、解剖学とか知らなくても。で、そっちの方をウォームアップって言って、ウォーム、温める、アップ、上げることっていうのをしたいからウォームアップって言うんだけれども、まあ、それはもうね、セーフダンススタジオで書いてるので、ここまでします。はい、マネ質問ですみませんでした。わかりやすくありがとうございます。どういたしまして、でも今のの、これはさっきの筋肉の質の話だったと思うんですけど、お役に立てていたら嬉しいんですが、こういう意味だったっていうのがあったら、後で教えてください。後でじゃなくて、今教えてください。後でだろうね。ライブ終わっちゃうから。踊りでは履かないですが、小学に3年生か、トーシューズのクラスの参加があり、トレーニングとして男女ともに履かせているスタジオが、を知ったのですが、それはありなんでしょうか。今ね、悩んでるのは、どこまでどこを履くかっていうことなんだけど、今日はね、ゆるトークでおしゃべりしようでやってるからね。ただ、どうしようか。ぜひコメントで。鬼バージョンのこの答えを知りたい方と、いや、もうちょっとソフトに、今日はね、まだ昼間だし、お仕事先で見てるし、もう少しソフトの方が、愛さんがこの後、インスタから追放されないか、方がいいんじゃないかって思う人はいるかもしれないので、ぜひ天使か、天使の絵文字か、鬼の絵文字を送ってください。今ライブで見てる方々。で、そちらの数に合わせて、この答えを、したいと思います。はい。すごくいい質問。ありがとうございます。ポアントは、今のスタジオでは、6年生。上の子が行っていたスタジオでは、しながら発表会。私自身10歳でポアントを履いてレッスン前にストレッチしてました。今はポアントは12歳以上ウォームアップしてからバレッスンにゴーしてます。素晴らしいですね。私も10歳でポアント入ったと思います。うん。初めてのポアントでの発表会はシンデレラの時のせいとなんかオレンジのせい。こうやってオレンジをこうやって持って、なんかポアントでどんとこどんとこあるやつをやったじゃないかな。確か。記憶による。私でもね、小学校6年生の時、だから12歳の時にはもう162センチとかあったんですよ、身長。成長が早い子だったんですよね。なので、ちょっとラッキー、早くからポアントは入ってたけれども、ちょっとラッキーだったんじゃないかなと思いますが、同じ時にそのスタジオに行って、隣に住んでた子で、私がバレエをやる、始めるきっかけになった子。で、同じスタジオ、同じ小学校、中学校、の子で、同じ時にもちろんポアントを履いた子は、怪我してバレエやめましたけどね。4年生。12歳を目安にしてます。ポアント、プレポアントの、プレポアントテストのクリアや、レッスンでの、これ漢字が読めない、習熟度なども考慮に入れてます。ただ、体の身長、成長が著しいなと思って、行った時、ポアントスタートのタイミングをずらすようにしてます。そうですね。体がすっごく成長している時は、ライブラリでもね、もう皆さんご存知かと思うんだけれども、ごめんね、ライブラリっていろいろお話ししても、今日見てくださってる方々、バレエの先生が多いのかな、それとも保護者の方が多いのかな、さっきのね、質問も、子供のバレエシューズかっていうのがあって。一応、常に毎年、ゴールの一つに、保護者の方も一緒に見られるようなライブラリのライト版、先生用、指導用じゃなくて、保護者が知っておきたいことっていうのの中で、この成長期の体っていうののテーマだったりとか、あと、食事というか、レッスンで体験に、スタジオで体験について言われた時はどうするかみたいなことだったりとか、あと、ね、今お話に出てたように、ウォームアップがスタジオでない場合、どういうことを
やったらいいのかみたいな、そのお家でできる系、保護者が知っておきたい系の情報を入れたライブラリを、保護者用のライブラリっていうか、ペアランツ、ペアランツガイドみたいなのをね、作ろうと思ってるんですよ。うん。何年も言ってるような気がするんだけど、作ろうと思ってるんだけど、ちょっと時間が今はね、なくてできてないんですが、この8月、今年の DLS11 周年の時に、それらのクラスを少しずつこう、ライブラリという形にまだ完璧にはできなくても、いつものように B マイナスで出すということで、ちょっとこうシリーズのワークショップ系をね、やりたいなというふうに思ってるので、興味がある人がいたらぜひぜひコメントとかで、興味ありますと教えてください。あと、お尻叩くように私に教えていただけたら嬉しいです。で、その話でも、お話ししてるけど、成長期、体の身長がすごく伸びてる時っていうのは、体が弱い時期でもあります。ので、大人の身長になったねではなくって、その時はちょっと怪我のリスクも高くなるから気をつけようっていうふうに考えてくれる先生がいると素晴らしいですね。お家でもそのように考えてあげてください。バレエのレッスン CD にまず最初にウォーミングアップという曲が入っていますが、そういったゆっくりな動きをウォームアップと呼んで指導していました。愛先生に出会って今は体が温まるような運動に変えました。確かに。そう、バレエのね、レッスンの音楽っていうのは素晴らしいと思うんですよ。で、ウォームアップゆっくりのが入っているのもとてもいいんだけれども、どういうレッスンをしてるかにももちろんよって変わってはくると思いますが、バレエ、プロフェッショナルダンサーのバレエレッスンっていうのは、1時間半とか朝毎日に、プロの人たちがやってるやつは、ウォームアップなんですよ。あれがね。あそこでどうにかしようの人たちじゃなくて、あそこがお仕事の前の、というかお仕事の最初のウォームアップで、その後にお仕事としてリハーサルが入ったりとか、お仕事としてパフォーマンスが、マチネがあったりとかするわけですよね。なので、プロフェッショナルダンサーがやってることと、あと、習ってる子がやってること、普通の人っていうのかな、バレエ学校の生徒たちも含め、がやってることは違います。変わります。で、バレエ学校の場合、ほら、私がバレエ学校にいたからそこの話をするけれども、バレエ学校の場合は、バレエね、学校の生徒っていうのは、教科としてレッスンをするわけだよね。だから、ウォームアップのレッスンじゃなくて、教科としてのレッスンで、で、そこでどういうふうに成長してるか、そこでどのように上手になっていくかっていうところか、その後の、例えばね、パフォーマンスの配役だったりとか、試験の内容とかに影響してくるので、力を出したいのがレッスンになるわけよ。で、力を出したいのがレッスンだから、レッスンが本番なので、その本番の前にウォームアップをするっていう考え方。ただ、プロフェッショナルダンサーは本番っていうのがあって、本番の前がレッスンで、別にレッスンで上手に踊ったからって言って、彼らは昇格するわけではないわけだよね。舞台が大事なわけだから。なので、ウォームアップっていうのは、その後に行う運動に対してどういう風な関係性があるかっていうのを考えなければいけないので、この動きをしておけば OK とか、このレッスンのね、先ほどのコメントみたいに、ゆっくりなウォームアップっていうのが入ってたからこれなんだっていうような感じではないです。はい。ただ、ないよりはあった方がいいので、ゆっくりな曲がバレエレッスンの CD に入ってるからゆっくり動きますっていうのをして、立ってね、バーでやってくれてるんだったら、床でさっきお話ししてたような、アダッキーの危険性が非常に高い動きよりもとってもいいと思います。小学2年生です。これはポイントの話だね。小学校6年生12歳からにしてます。その前に1年間プレポアントを取り入れて、さすが。さすが高2たち、よくできてるね。生徒たちの気持ちの面、トウシューズへの憧れもカバーできたらいいなと考えてます。そうなんですよね。憧れっていうのがね、やっぱりトウシューズね、バレエやってたらあると思うので、プレポアントシューズを履いたら、ちょっと憧れのお姉さんになった。一段階上がったような感じになりますよね。ごめんね、今コメントがいろいろ飛んじゃって戻ってくる。みんながすごく今日はごめんなさい、今鬼の絵文字の数の多さに驚いている。大人になった今からでも踊るのに十分な筋力をつけることができるのかを知りたかったのでよかったです。ああ素晴らしい。うん、できます、できます。大人になってからでも十分できます。ちなみに私大人になってから、特に今年に入ってからウェイトリフティングをかなりやってるんですけどね。来日セミナーの前にウェイトリフティングしてますっていう話をポッドキャストでもしたと思うんですが、そのおかげで、東京のね、セミナーに来てくださった方はご存知だったかと思うんだけれども、スタッフというか、若いスタッフ、ダンサーの人たちがサポートに来てくれたんですね、スタジオの中で。うん、で、椅子出しとかをお手伝いしてくださっていたんだけれども、ね、年齢としては私よりも10歳、20歳、若い方々。で、でも、一番椅子が持ち上げられたの私だった。
だってトレーニングしてたから。でね、その、日本に行く前のトレーニングも、昔私がダンサーだった時は、トレーニングとかエクササイズって、痩せるためだけの、だけをフォーカスにしてやってたので、すっごくつまらなかったし、嫌いだったのね。で、長くやった方が痩せるからって言われるじゃん。ほら、有酸素運動が痩せるからみたいに言われてたでしょ。だから、どれだけ長くできるかの方にすごくフォーカスしていて、果たしてその動きが自分の体に必要なのかとか、何を鍛えてるのかっていうのを全く考えていなかったわけ。つまんないけど、でもやるんだったら3時間とか泳がなきゃいけないかみたいな、そういう感じでやってたの。昔ね。でも、今はエクササイズ自体が楽しいって思えるし、20分とか30分しかやらないし、忙しいからね。なので、毎日20分でも30分でも、できるっていうのがすごく大事だなというふうに思っていて、で、ウエイトリフティングを、ウエイトリフティングってバーベルとかっていうことね、をやっていた理由は、特に来日前にやっていた理由は、一つ目が日本はたくさん歩く、こっちは車社会なんで、日本はたくさん歩くから体力つけとこうと思ったのと、あと会場でそうやって椅子を運ぶっていうのを知ってたんで、椅子が運べる体になっておかなきゃいけないっていうふうに思ったのと、あと空港をね、今回は、この前の3月は東京と札幌でセミナーしたでしょ。だから空港で荷物を、こうベルトコンベヤーで回ってくる荷物を持たなきゃいけないっていうのがあるでしょ。それで怪我しないようにっていうような、すごくプラクティカルな考え方ではあったんですけれども、それでトレーニングをしていて、全くそこら辺には問題なくね、行ったので、そこは成功だったのかなと思います。今の私のトレーニングのゴールは、今年中、今度の誕生日、来年の誕生日が来るまでの間に、一回は、10キロマラソンかハーフマラソンをしたいなと思っているので、その走るための、ウェイトリフティングの怪我予防のね、トレーニングを今自分で、私の中で、お仕事とは関係なく、趣味のエリアでやってますが、はい、大人になってからも十分。この質問をくださった方が何歳かわからないんですけど、私は、あと、1ヶ月弱？嘘嘘嘘。あと2週間。今日何日？今日何日？今日29日、29、30、31、1、3、あと1週間弱で、39になるんですね。なので、それ、40歳になる前にマラソンがしたいっていう夢が私の中であるので、それを、そのために頑張ってます。そして、この質問をしてくださった方が同じような年齢の方、もしくはそれ、この周りの年齢の方だったら、今私がお話ししたのが、役に立つんじゃないかななんて思ってます。鬼がすごく多い文字で、でも、天使もいくつか来ていて、ペレンツガイドとても期待してます。どうもありがとうございます。頑張ります。小学校1年生の母です。あ、お母様も見てらっしゃるんですね。鬼が多いね。はい。じゃあ行こうか。天使が一つあったのを記憶した上で、鬼の絵文字がとても、あ、違う。天使が二つあったのを記憶した上で、鬼の絵文字がたくさんあったというのの皆さんの声に合わせてお話しします。トーシューズを2歳や3歳から履かせているスタジオにもし通っていたとしたならば、私は、スタジオを変えることをお勧めします。早く変えることをお勧めします。なぜならば、もし皆さんが経験者とお医者さんがいて、お医者さんが A って言ってて、経験がありますって言った人が B って言ってたら、どっちを取ります？で、これだけだともしかしたら B と思う人もいるかもしれないので、お医者さんグループ一人じゃなくて二人じゃなくて、専門家の団体とご意見だったら A と B どっちの方が大事だと思います？意見として大事ですだと思いますっていうのは変化。どちらの方が信憑性があると思います？どちらの方が専門家の意見だと思います？で、先ほどお話ししたアイアダムズのトーシューズのガイド、あ、先ほどお話ししてもお話ししてないかもしれない。12歳からトーシューズを履くというガイドラインは、あ、お話ししたか、アイアダムズが出してるわけですよ。アイアダムズっていうのは国際ダンス医科学会っていうところで、で、そのガイドラインっていうのには、
そのガイドラインを作った人の名前が載ってるわけ。その名前には名前とも出てるし、ピアレビューって言って同じようなエリアにいる人たちがそれを読んでそれに対して OK を出しているからそれが発表されるっていう、こうシステムがあるわけね。しかも新しいものじゃなくてかなり昔からある資料なので、それに対して何か意見があったりとかしたら多分その資料が変更されると思うんですよ。というのを踏まえて12歳から投資図っていうのはバレエ医学のエデュケーターの中では普通の意見になっていて、それより早くポイントを吐かせるのは危険だっていうことに話は一致してます。もちろんここが12歳っていうのが、あの日本人の12歳っていうのと、こういう子の12歳だとかっていうのいろいろあるし、あとそのガイドラインを読むと、その中で体が柔らかすぎる子とか、弱い子は吐かせるのをとどまらせるとか、レッスン回数はこれくらいやってなきゃいけないとかって、そういうのが全部書いてあるガイドラインがあるわけですよ。そしてそれをね、ただただネット検索で、いつからトーシューズって入れたら出てくるの、日本語で。だから、12歳、からトーシューズっていうのはみんなが別に解剖学を知らなくても、別に英語が読めなくても、別に論文のすべて読んで研究ができなくても、ネット検索したら出てくる情報なわけだから、それを一つ目、それをその検索すら、このネットが皆さんの携帯で、今私を見ている姿が多分皆さん携帯だと思うんだけど、携帯で簡単に、あ、今日のご飯は何とか、あの来週の天気は何って調べられる時代に、トーシューズいつからっていうのをチェックしていないっていうことはちょっと問題があるんじゃないかと思うのと、ちょっとじゃなくてかなり問題があると思うんだけど、と、あとそのような知識のアップデートがされていないとしたら、そのスタジオに通う理由があるんだろうかっていうのは強く思います。ちょっとソフトな鬼女にしてみました。どうですか？ただあのこの前までねやっていた DLS の、 あの公認スタンスインストラクターコース4期生の申し込みが先週末終わったじゃない、終わったんだけれども、そこでも申し込みしてくださってた方々のサイトとかね、あの書類審査があるんで、それを見に行って、で早くからポーンと履かせてる様子が見えるんだったら、その人たちにメール返して、うん、こういう風なものがサイトにアップしてもありましたとか、あの SNS にアップされてました、もしこうしてるんだったら DLS でこのコースを勉強していただくことはできません、ただ変更するのであれば変更してくださいってお話しして、変更しません、だからコースは受けませんっていう人もいたし、変更しましたっていう人もいたし、変更していきますっていう人もいたので、最初の方にお話ししたようにね、知らないことはできないから、でも知った後にどういう行動を取るのかっていうのがすごく大事になってくると思う。保護者もダンサーも先生も、なので知識を入れるっていうのは、インプットをやるっていうのは一番最初に大事だと思うね。ほら、正しいアラベスクが分かんなかったら週に7回練習してても意味ないわけだって、分かんないんだからでしょ、うん、だからね、あの慣れるようにとか、早くからトーシューズ履いた方が慣れるでしょみたいに言う人もいたりとか、私は怪我しませんでしたっていう人もいるんだけど、まず私はどうでしたっていうような感じのものはね、私っていう人間がこの世の中に一人しかいないと仮定したら、パラレルユニバースだを信じていない人であればね、もしくはパラレルユニバースにいないということを仮定したら、この地球上に私という DNA を持っていて、私という環境に住んでいて、私という食生活をしていて、私というストレスレベルの人間で、私という過去の怪我の歴史がある人っていうのは私しかいないわけとしたら、その私に当てはまった、たまたま当てはまったものっていうのが、果たして他の人たち、しかもお金をもらっていて他の人のお子さんに当てはまるかっていうのを吟味しなくて大丈夫なのかっていうふうにも思うし、歴史時代もね違うわけだから、あの私がさっきね39になるんですっていうお話をしたけれども、私が8歳だったりとか6歳だったりとかに踊ってた時の環境では携帯ないんだよね。ネットは家にあった気がする。でも6歳の時にあったのかな。うちは父がパソコン系のお仕事をしてたので、パソコンが結構早い時にあったんですよね。あの昔のパソコンね、でかいやつ、あの 箱みたいなやつ、あの立ち上がりまでに時間はかかるし、あのファンがブーンってずっと回ってるあいつがあって、でそこでね英語のゲームが入ってて、それをやってた記憶があるんですけど、
でも一般的にこうネットが使えたわけではないかったと思う。そして留学した時だから2004年の時にあの AOL の E メール You got mail って来るやつであの携帯の線をつないでっていうのだったし、その2004年にオーストラリアに来た時には携帯があの古いやつ白黒のやつで全くあのネットどころか地方に車で運転しに行くと途中で電波がなくなるエリアがなんか5時間くらいあるみたいな、そういうようなのだったので、その当時の私たちと比べて今の方が情報は手に入りやすいはずなので、うん、なんか情報が手に入りやすいんだったら情報を探そうとしてないことがあった時点でも指導者としての努力が足りてるのかなと思う。まあこれは私の勝手な意見なので、うん、12歳のポイントということやガイドラインっていうのは実際に出てることで私が決めてるわけじゃないけれども、それに対してそうじゃない行動をしている人たちに対しての考え方っていうのは私のものなので、あのそうは思わないという人がいたら全然問題はないと思うんだけどね。ただあの知ったらぜひぜひ考えてあげたらいいんじゃないかなと思います。はい、You got the mail っていうやつ懐かしい。そう、You got the mail って言ってくれるんだよね。うんうん、どのトレーニング方法だとしても履かせるべきではないという認識でよろしいでしょうか。うん、そうです。理由はあの体のあの骨の成長っていうのはいくらトレーニングでその子が強くなっても変えられないから、ね、強くなるのはすごく大事なの、ね、皆さんその通りだと思うのね、うん、あの早く走れるとかさ、逆上がりができるとかさ、そういうのってすごく大事になってくると思うのね。ただ6歳の子があの高校生よりも早く50メートル走が走れますとしても、6歳の子の体は高校生よりも大きくはないでしょう。でここで大きいっていうのはサイズだけではなくって骨の強さとか筋肉の強さとかコーディネーションとかそういうことも含めて、で6歳の子と高校生の子だったらもちろんホルモンレベルも違うよね。でホルモンレベルっていうのは筋肉だったりとか成長にすごく大事なものにもなってくるわけだから、なので年齢12歳だからって足の骨が固まってるわけでは全然ないんですよ。足の骨の中には18とか19で最終的に終わるっていうのもあるし、大腿骨だったら21とか22とかで骨の最終的な形成が終わるっていうのもあるので、骨が形成が終わってからポンと始ましょうねって言ってるわけじゃないんだけれども、その前の段階はまだまだ危ないからっていうことで言われていたりするわけですよ。もちろん早くからポアントを履いたからといって怪我しないダンサーもいると思います。実際に今踊ってるダンサーの中で早くからトウシュード履いてましたっていう人たちでもうプロになってると思います。ただプロになってる子たちっていうのは最終的には残ってる子たちなんだよね。怪我して辞めた子はプロにならないんだ、ならないじゃなくてなれないんだ。なので消去法みたいになってくるわけ。そうすると一人のプロの人に対し同じような環境で踊っていた何十人何百人の人がプロになれなかったっていう計算に多分なると思うので、皆さんご存知ようにあのプロフェッショナルダンサーになるってすごく難しいから、そしたら例えばさ、薬でもいいんだけどこの薬を飲むと 90% は失敗するけど 10% 頭痛が良くなるかもしれないよって言われたら飲む、ね、なんかやっぱりそういうようなところから関しても、うん、考えてあげられたらいいんじゃないかなと思いますよ。もちろんそのガイドラインにそのいろいろな説明が入っているのでぜひ、ね、気になったら読んでくださいね。日本語になってるおにきます。おにきます。確かに。先日のセミナーで愛さんがおっしゃっていたことを参考に入会のしおりを改めました。そこにアイランスと、ユースグランプリのポイントについての文献もプリントアウトして挟み込んで渡すようにしたら保護者の方も納得していただきやすくなって嬉しいです。そうなんですよね。保護者の方々もこのライブを見てくださってるお母様方もあの別に自分の子供を怪我させようと思ってバレエに通わせてる親は絶対いないわけ。自分の子が一番可愛いじゃない。私もうちの犬が絶対可愛いと思ってるんで。犬と一緒に比べちゃいけないかもしれないけど、ので保護者が自分の子供を怪我させたいから早くからポンと履かせてくださいって言ってるとは全然思わないので、バレエの先生もね、自分のところに来てくれる生徒って可愛い生徒たちだと思うからスタジオを開いてる理由が来てくれた生徒たちを怪我させようと思ってるわけはないと思うの。だからあのそういうつもりはなかったんですっていう言葉は多分正しいと思う。絶対そういうつもりでやってないと思うから、ただつもりがなくても怪我させるつもりはなかったんですって言っても交通事故にあったら責任取らなきゃいけないでしょ、ね、
そういうつもりはなかったんですって言っても、例えばレストランで、腐った食べ物出したら、腐ってる知らなかったんですって言ったとしてもね、腐った食べ物出したら問題だよね。うん、殺人容疑にはならないかもしれないけど、過失なんとかの方。でもそれも罪だよね。うん、そういうところを考えたらいいんじゃないかなと思います。うん、よいしょ。同い年やーってコメント。あ、先ほどのプレ29期間ですね。そうなんですよ。ぜひ一緒にお祝いしてくださいね。小学1年生の母です。自宅でもストレッチするように指導されています。前後開脚もしています。6歳の子供は無理して頑張らない方がいいのでしょうか。しないでください。すっごく頑張ってる。すんごく頑張って鬼にならないようにするのと、その先生に意図してることもね、もちろんあると思うから。まず、宿題というのは、学校からで宿題もそうですが、その子たちが知ってるものをやると思います。予習と宿題は違うと思うので。うん、で、宿題を出された場合、学校でね、宿題を出された場合、来週の授業で使うから宿題として出しますとか、先週の授業の復習をするためにやりますとか、あと、今学期の試験に出るからやりますとかっていうふうに宿題の理由があるじゃないですか。で、いくらその子に対して必要だとしても、その子が、小学校1年生の母ですって書いてあったから、小学校1年生の子が、この後小学校6年生になった時に、中学受験で必要だから、この勉強を宿題として出しますってしないよね。基礎ができてなかったら。その前に小学校1年生の勉強で必要なことをすると思うんだ。と。で、そうだとしたら、小学校1年生の、授業で学んだことを基礎の土台の部分をやるべきだよね。なので、お家で宿題として出すレッスンの後にね、これお家でやってくださいっていうのがダメだとは思わないの。うん。レッスン時間も限られてるから。特に日本の場合は学校が終わってから行かなきゃいけないでしょうから、レッスンのね、ずっと長く踊ってるわけはいかないじゃない。もちろん小学校1年生だったら長く踊る必要はないんだけども。うん。で、もちろん、グランパド社をやらなきゃいけないような年齢の子たちだったら、前後開脚が必要な理由が見える感じもするとは思うの。一緒にはならないんだけど、見えるというのはわかる。100歩譲って見えるとしよう。だって空中に浮いてる形が前後開脚だもんね。グランバットマンで高く足上げた形をこうひっくり返したなんかスプリッツに見えるもんね。なのでそれが必要だっていうことにしたとしよう。それはつながりが見えるからね。話のつながりが見えるから。ただ、小学校1年生だったらグランパド社はしないはず。グランジュってもしないはず。ていうか、パド社もしないはず。デーレスの中で調べてやっていたらね。で、小学校1年生だったらグランバットマンもしないはず。もし100歩譲ってグランバットマンをしてるんだったら60度とか90度とかのちっちゃいグランバットマンなはずで、でも小学1年生だったらやらないはず。なんでやらないはずって言ってるかというと、たとえ体として身体試験でも選ばれて遺伝でもいろいろ言われているバレエ学校のワガノワとかロシア系のバレエ学校だとしても10歳からなんだよ、バレエレッスンが始まるのが。なので、6歳だったら、まだその、たとえ、すんごく恵まれてて、すんごく、なんていうの、国の中で、4000人中、10何人しか選ばれませんみたいな倍率を超えられるような子だったとしても、やらないんだよね。だから、無理して頑張らない方がいいでしょうかっていうのは、もちろん、すべてにおいて、無理しないでほしいです。大人も子供も。無理して頑張るっていう言葉は、私の中では、とっても、矛盾してるんだね。頑張るは無理するではないから。無茶すると頑張るは違うので。だから無理して頑張るはくっつけちゃダメだと思う。わかる？言ってる意味。無理しますは頑張ってるんじゃなくて、無理してるのよ。頑張るっていうのは、自分の中でできることを頑張ってるわけ。無理っていうのは自分のケーパビリティを超えてることだと思う。うん。だから、もし自分の中での質問が、開脚だけじゃなくて、すべてにおいて、バレエレッスンもそうだし、ポアントもそうだし、バリエーションもそうだし、コンクールもそうだし、発表会もそうだし、すべてにおいて。すべてにおいて、無理して頑張ろうっていうような言葉が出たら、無理してでも頑張ろうっていうのが出たら、無茶、がむしゃらに頑張るみたいなのが出たら、ちょっと違うんじゃないかなって考えていただきたい。うん、で、この、似て非なるものシリーズって私は勝手に呼んでるんだけれども、それは、ポッドキャストでね、いろいろ上げてるので、もしよかったらそちらで、TLS のポッドキャストに、確か、頑張ると、
無理すると頑張るの違いかな、何かっていうのが実際にあのエピソードでお話ししてますから、もう少しこの部分をあの聞きたかったらそちらをチェックしていただければと思います。ただこの質問はスタジオで何やってるのか置いといて、6歳の子がレッスンで必要な内容ですかっていうことが一つ、2つ目、どんな年齢でも無理して頑張るはやらない、無理と頑張るは違うからという答えにさせてください。柔軟の仕組みはどのような感じなんでしょうか。アバウトの質問です。すみません、少し固めの小学校低学年の母です。この話をするとすっごく長くなっちゃうので、教師のためのアイブラリーには3時間ぐらいの柔軟のクラスがありますが、今日はそれをしませんって言ったらちょっとあれなので、簡単なお話をだけさせてください。小学校の低学年のお母様っていうことなので、子供たちで体が成長しているときは体が硬くなって当たり前です。なぜかといったら骨の方が筋肉よりも先に成長するからです。骨が先に成長するというのはどういうことかというと、その骨についている筋肉も引っ張られるんですね。なので柔軟性が落ちるわけです。普通の長さの筋肉をストレッチしますではなくて、そもそも体が成長しているときには筋肉がストレッチされた状態にいるからです。なので弱くもなってしまうというのがあります。ね、子供の場合、あのたくさんの今日ね見てくださっている方々が小学校のお母様保護者っていうのが多いので、そこのお話をさせていただくと、つま先が伸びない、甲が出ない、ターンアウトができない、足が高く上がらないなんていう悩みを持っていたら、それらは日常生活で使う動きではありません。よってレッスンの中で育てていく必要があります。なのでレッスンで育てるというポイントを忘れないでください。お家でやるではないですレッスンで育てるです。もちろんレッスンでやってること あのサポートをお家でしてあげることはできるでしょう。例えば学校が終わってレッスンまでの間って、学校はお昼ご飯を12時とか1時とかに食べたらその後食べる時間がないので、そしてこの子たちは栄養がすごく必要な年齢だから、レッスンと学校とレッスンとの間に間食を絶対に取り入れる、でこれはお母さんが努力して作っておくっていうようなことをするとかっていうような形での彼らのレッスンのサポートっていうのはすごく大事にはなってくると思います。もしくはレッスンがある日の前日は早く寝なさいよっていうような仕組みをスタジオあのお家の中で作るだとか、あとバレエやってるんだったらぜひぜひ全幕、高いんだけれどもチケットは、全幕を見に行くとかっていうような形でアートに触れるっていうようなサポートは家族ができるところだと思います。スタジオではできないところだと思います。ただレッスンで必要な動きはレッスンの中で徐々に育てていきます。ですので、つま先が伸びないから甲出ししようではなくて、つま先伸びないからレッスン頑張ろうっていうふうに考えていただきたいですし、足が上がらないからお家でストレッチしなきゃじゃなくて、足を上がるようにするためにテクニックとしてバレエでやってるからお姉さんになっていくのにこうやって頑張って地道に練習しようねっていう形にしてほしい。そうやって考えてほしい。でこの考え方を保護者も持ってほしい。形、最終的な形を見るんじゃなくて、今のこの形に必要な形からやってほしいと思います。そして私も子供お話ししたように、体が成長していたら体が硬くなって当たり前ですから、そこで焦らないでください。子供たちの体の硬さっていうのはいろんなものが影響します。寝る時間、食べてるもの、水分、あと彼の性格、緊張したら力が入っちゃうってね、みんなわかるよねそれは、うん、とか長く座ってたら腰痛くなるでしょ、ね、そんな形でもしあの他の習い事が塾、ピアノ、学校全部座ってる形でやっているから、あの体が硬いっていう風になるんだったら、習慣の方から来る体の硬さだったら、ぜひぜひ週末に家族みんなで歩きに行くとか、家族みんなで何らかのスポーツを楽しむっていうようなのを入れてあげた方が、彼らにとってはあのダンスもそうですし、人間としてもそうですけれども成長していくと思います。結局ダンスっていうのは人と一緒にやる作業なので、あのそしてあの運動量が必要なので、そのちっちゃい時に運動が楽しいと思えること、運動が習慣化しておくことっていうのは後からできないことだから、今のうちにやっておいてほしいと思います。が保護者の方々に伝えたいことがたくさんあるのでそれをあの内部で話すのはここまでにしましょうね。じゃないと終わらなくなっちゃうもんね。どう、今日の内部こうやってただただ喋ってるの楽しい？長すぎる。今何時？丁寧なお返事ありがとうございました。どういたしまして お役に立てていたら幸いです。さあ11時、じゃあもう1時間こうやってね、あの皆さんと一緒に皆さんに遊んでいただいたので、どうもありがとうございました。ぜひコメントで消えちゃう前に今日このライブを見ていて一番の学びがあったら
教えていただければと思います。後ろの本棚愛さんのですか？いつもと背景が違うので気になります。そうです。今日はゆるくおしゃべりしようということだったので、どんなテーマが来るかわからなかったから、私がちゃんと調べられるように本棚の前にいます。でもここにある本が全部おすすめではないです。はい私は本を買うのが好きなので、ブランド物のバッグとか、妹は好きなんだけど、高級なんとかみたいな高い時計とかそういうのは好きじゃないんですけどお金かけるところがちょっとマニアなんで、この中で全部がいいとは言わないが、皆さんにおすすめしてる本はDLS のブログでもね書いてあるのでチェックしていただければと思います。成長期の硬さの話、驚きです。すごくためになります。ありがとうございます。どういたしまして、お役に立てたら嬉しいです。今すぐに全部変えることはねできないかもしれないけれども、ちょっとね今日の何度もテーマに出てきてるけど、知ってたらできることってたくさんあると思う。知らないと指導できないっていうのはバレエの先生たちにお話しするんだけど、保護者の方々にはや、そしてバレエの先生もそうだけど、知らなかったら予防もできないっていうのもぜひ覚えておいていただいて、知識っていうのはすごくそこでね大事になってくると思います。バレエ用語辞典、同じの持ってます。古いですけど面白いですよ。バレエ用語辞典、あーこれバレエ用語って書いてあるね。バレエ用語辞典、用語系いくつかあるんですよね。私なんかちっちゃいペラペラなやつと、あこっちだね、こっち、これはね、これはいいよね。でも私はもっと大きいやつ、クラシックバレエのやつの方が好きです。絵と一緒に見られるので、この子は説明だけだからね。なんか絵カルテには何種類あるとかそういうのだからそれだけ見てるとねあれですよね。確かに古いですけど楽しいですね。 OK、 では今日のライブはここまでにさせていただきたいと思いますが、このように毎週水曜日に皆さんとライブをしていますので、そして火曜日のストーリーズでは今日のライブで何を話すかっていうテーマを挙げていますので、そちらのストーリーズをチェックしていただけたり、水曜日にライブに来ていただけると嬉しいです。その通知が行くようにアカウントフォローもお忘れなく。ではまた来週水曜日にお会いいたしましょう。バイバイ。